はい、どうも皆さんお疲れ様です。今日もモンフォジやっていきましょうということで、今回はね、いつもモンスターを倒す回だけど、今回はモンハン 4G 初心者の方に向けての動画をやっていきたいと思います。まあ、ライズとかワールドからモンハンを始めた人で、もしかしたら 4G をやってみたいと思ってやり始めた人とかも、まあ、いると思うんですよね。それからモンハン 4G が初めてのモンハンだっていう人とかもいると思うんで、そういう人たちが最初何をしたらいいかっていうのをご紹介していきたいと思います。でまずストーリー的に言うと、この団長からなんか依頼を最初受けて、バレバレっていうこの市場にやってきた時に、この団長から依頼を2つくらいなんか依頼されるんだよ。1つが最初なんか肉を焼いてこいって、で肉を焼くクエストと、その次に調合してそれを調合したアイテムを納品しろっていうクエストがあるんだけど、その2つをやると確か別のランク帯に行けるんだけど、実は結構俺もね、最初の頃見落としてたことがあって、それが何かっていうと、このさっきの団長から依頼されるのがこの生肉を美味しくせよ、でその次にこの回復薬グレートの納品でのクエストをやると、星1だったのが星2のクエストをまあ受注できるようになるんだよ。でも星1って実はその他にもこういう武器訓練っていうものが実はあるんだよね。総中棍からヘビーボーガンまでのね、全14種類の武器を試せる場所となっています。でこれが本当に初心者の方やった方がいいっていうのにはいくつか理由があるので、まあ、やりながら話していきましょう。で今回はなぜか太刀使いなのにもかかわらずクリアしなかったので、武器訓練太刀やっていきましょう。お、一人だ。よく来たな。ここは武器の訓練所だ。では今から君太刀の扱い方を伝授する。そう、こういう感じに NPC が武器の使い方を教えてくれるんだよ。でこのクエストは支給品がしっかりしていて、あとなおかつこの体力とスタミナもこういう風にある程度いっぱいな状態でクエストがスタートするので、持ち物とかは特に必要はありません。まあここはね、この武器の説明に関しては各武器ごとにね、こう見てくださいって感じなので、今回はこの部分はカットします。で説明が終わると、それでは闘技場内のドス席を討伐し訓練を終了してくれっていうのがあるので、でそう、これをもう一度聞きますをハイに押しちゃうと、また長い説明を聞くことになるから、ここは慎重にいいえを押しましょう。よし、ではやっていきましょう。で装備もこれ、初期装備のブレイブ実式と、あと初期武器の、まあ太刀の場合はテストとか、多分ね鉱石系の武器が自動で装備されていると思うんだけど、でそこのクエストのいいところは、やっぱりこういう風に武器のどういった性能があるかっていうか、どういうことができるかっていうのをここで確かめることができます。まあ今のシリーズでいうところの訓練、なんていうんだっけ、訓練所っていうんだっけ、あそこは試し切りができる場所あるじゃん。あそこにと同じ役割を担ってるわけですよ。でもあそこほど自由度はないんだけど、こういう風にねドスジャギーを使ってこう試し切りができます。でさらにこのクエスト何がいいかっていうのは、まあ相手がこういうドスジャギーですごく戦いやすいってのもそうだし、あと普通にこう言ってノリの練習とかもできます。ライズのから始めた人はノリって多分分かんないと思うんだよ。ソウリュウとはまた別のやつなんだよね。こういう風に乗ってノリの攻防に成功すると、こういう風に相手に隙を与えることができます。で確かこのクエストの落とし物は応急薬か、支給系のアイテムだね。でそう、こういう風に相手がドスジャギーだから、最初からドスジャギーの素材が取れるのかと思ったら、実は違くて、報酬が本当最初始めたて持っておくとすごくありがたいアイテムたちがもらえるっていう。で確か覚醒で蜂蜜がゲットできるんだよね。蜂蜜って本当ね、すごい最初すごい重要なアイテムで、回復薬グレートを作るのに必要だから、やっぱそこ、その蜂蜜が確定で
こう練習し終わって手に入るっていうのは結構でかいことなんじゃないかなって個人的には思う。よし、オッケー。お、そう、こんな感じでね、ハチミツが確定で手に入って、なおかつペイントボール、そう、モンスターをねこう追跡するに必要なアイテムなんだけど、まあ、これはね後々持っておくといいことがあるのでね。それと回復薬、まあ、こういう風に少ないっちゃ少ないんだけど、練習と一緒にこういうアイテムが手に入るのはマジでいいと思う。で、それとなんで蜂蜜が必要かっていうのは、さっき話した通り回復薬グレートっていうアイテムを、まあ、作るのに必要だからなんだけど、まあ、その蜂蜜をめぐってね、オンラインで、まあ、特にモンハン4の時だね、蜂蜜をこうねだる人がやっぱいたわけよ。蜂蜜って結構ねすぐ簡単に増やせて、誰でも手に入りやすい、ね、素材の一つなんだよ。だからそういう風にこう小じきにならないようにするためにも、どういう風に蜂蜜を大量生産するかっていうのもご紹介していきたいと思います。で、その時に必要なのがこの龍神商人、まあ、過去のモンハンでいうところの農場的な要素がこの人にはあって、そう、前の装備紹介の時とかに話したこのモンハン 4G に登場しないモンスターの、まあ、こういった素材を交換できるっていうのもあるんだけど、このアイテムを増やす、こっからこの3つ増やす場所があって、俺が結構進めてるからこれ3つになってるんだけど、最初はこれ1個だけなんだよね。で、この取引を依頼するってやって、最初はこのポッケ村農場と、こことキノコ村っていう、ポッケ農場の方ではこれ今出てるみたいに木の実とか、あと草系の、まあ、薬草とか解毒草とか、そういう系のアイテムをこう1個あると、それを増やせることができるっていう。で、クエストに行くとそのどんどん増えていくみたいな、増えてってそれを受け取るっていう、まあ、ライズのあれだね、ロンディーネさんの攻撃戦的な感じの立ち位置だね。これは最初に解放されてるのが草系とか木の実系とキノコ系なんだけど、蜂蜜も増やすんだけど、これが最初は出てないんだよ。で、これどうやって増やすようにするかっていうと、そう、ストーリー上で言うとケチャワチャだね。あの猿のモンスターを倒すと、この火山の中にある村の名栗村に行くことができるんだけど、この名栗村に着いた時に最初に戦う相手の鉄カブラ、そのクエストをクリアすることで、今はこれ出てこないんだけど、この村人の納品依頼っていうところに、取引や水の味っていう、まあ、納品依頼のなんかミニクエスト的なものが出てくるんだよ。まあ、その納品クエストでは、モンスターの待機と乗りこねバッタっていう、この2つのアイテム、まあ、モンスターの待機1個と乗りこねバッタ2個と、あの旅団ポイントを1500ポイント貯めて、この依頼をクリアすると、このアイテムを増やすのところで、この取引先のところにモガ養蜂場っていうのが追加されて、ここでは虫系のアイテム、ニガムシとか雷光虫、コウム、フィシチューの他に蜂蜜もね増やすことができます。すげえ、待って、蜂蜜めっちゃ少ねえな、25個しかねえのか。まあ、こうすることによってクエストに行くたびに蜂蜜が増えていくという、それで回復薬グレートとか栄養剤グレートとか、そういうのいっぱい作って、より狩りをねやりやすくするっていうのが、まあ最初にすごく肝心というか、狩りをしやすくするには、まあ必須というか、やっておいた方がいいかなって思うことですね。で、あと俺はね、あの過去に装備紹介の動画とか出してんだけど、あれはあくまでもそのストーリーの中で快適に立ち回れる装備とかを自分なりに紹介してるんだけど、基本防具とか武器っていうのは本当に自分の好きなものを使うのが一番いいですね。このモンスターがいるか、このスキルがあった方がいいってだけで、どの装備でも普通に倒せるっちゃ倒せるんで、自分の好きな装備を使いましょう。まあ、当たり前だけど、これに関しては。あと、モンスターに対して弱点属性を持ってる武器で挑んだ方がいいのかっていうのは、特にそういうのはあんま最初は気にしなくても大丈夫ですね。配信で視聴者さんが言ってたんだけど、防具とか武器とかじゃなくて、一番重要なのはアイテムだって言ってたんだよ。それを聞いてね、俺もすごい、あ、確かにそれだなって思って、
だからさっき紹介したみたいに回復薬グレードとか、あと余裕があったら効果薬とか基準薬とか、そういうのも作ってこう万全なアイテムで自分の好きな防具とか武器で挑むっていうのがすごくやりやすくて一番最適解だと思うね。はい、といった感じでね、初心者の方は最初どういうことをすればいいかっていうのをご紹介しました。これでね、新しくモンハン 4G を始める人のね、ハンターライフの支えになればいいなと思います。こういった解説動画の他にもモンスターと戦いながらそのモンスターの解説とか裏話とかをする、まあ、動画をいつも投稿しているので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。その他ね、モンハン 4G 以外のモンスターハンターシリーズの実況も予定しておりますので、ぜひ動画投稿の際はチェックよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。